調弦をしていたら弦が切れたという経験があるかと思います。今回はバイオリン弦を切らないコツをご紹介します。弦が切れてしまうのはペグの巻きすぎで切れる場合がほとんどです。まず正しい音程を聞いて確認してください。今回はゲーセンスチール弦のみで行います。最初に正しくチューニングした音です。次に緩んだゲーセンスチール弦の音です。チューナーは G の2の音程付近を示しています。これは規定の G の3まで1オクターブ低い状態です。ペグをどのくらい動かすと規定の音程まで上がるか目盛りをつけて確かめてみましょう。緩めた状態から規定ピッチまで音程を上げていきます。弦楽器のペグはギアを使わないため急速に音程が上がります。ペグ自体はそれほど動いていないのがわかります。スチール弦のゲーセンの場合は25度程度での回転角で音程に届くことがわかりました。弦交換をしたりチューニングを始めるときには音程を確かめてからペグをゆっくり回してチューニングを行ってください。